今回は今回のアニメに切ってかなり攻めたことやってないに対するみんなの反応をご紹介します。監督変更に伴って演出とか作品全体が大幅に変わる。しかも監督は初監督、キャラデザを一新、1話から長尺のアニオリを入れる。一期と映画が大ヒットした上でこれらをやってちゃんと高評価なのすごい。原作者ががっつり関わってるからアニオリが実質原作なのがありがたい。安心と信頼もあるから普通に見れるしな。こうしてみると一歩間違えたら批判の嵐になりそうなことしてるな。原作者監修のアニオリ2期で失敗したのもあるからな。弾丸猫が割とアニメに詳しいのが効いてるのかな。アニオリが好評のアニメって割とすごいと思う。声優も演出も猫が関わってるのがグッド。解釈も何も猫のアンサーだからもうそれは原作。1期より2期の方ががっつり関わってるらしいの驚いた。よくそんな時間捻出できてるな。五条 vs スクナは今までに比べれば猫の負担軽そう。前々からネタは練り上げてそうだし、背景は大変そうだがそれは足が頑張ればいいしな。面白かったが呪術じゃない別アニメ見てるって感じるくらい演出と関わっててびっくりした。このクオリティで渋谷期待していいんだよな。楽しみだわ。猫もがっつり関わってはいるけど余計なことはやってないんだろうなって気はする。いいシーンだったアニオリバスケとかどの辺まで関わってるんだろうな。最初のアニオリは猫ががっつり描いてそうだけど、バスケシーンとかはアニメならではの演出な感じするから監督側って気はする。オープニングとかと同じで後の展開知ってると心に刺さるというか、暗喩的な表現方法というか。沖縄旅行も持ってくれ。七海と灰原の描写も存分にやってほしい。姉さん歌姫パートとバスケは良かった。ただの尺伸ばしじゃなくてアニメだからこそ映える演出。このクオリティで五条悟 vs 当時とか七海の一連のあれと鎌倉戦もやってくれるんだよな。今からワクワクが止まらん。ジュジュ散歩ないっぽいのが残念だけど。一期も悪くなかったけど作画力も演出も二期の方が切れてるぜ。マジで成功や。オープニングの拍手の人の心とかないんか具合よ。アクタミ監修あるけどアクタミの利を優先するところあるからなという信用がある。猫が作画オタクだからいい意味でアニメ側と距離取れてそう。アニメにリスペクトあるから任せるべきところは任せるみたいな。呪術を知らない人でも見れる構成にしてんのうまいよな。原作読んでない人が見たらどこがアニオリなのか絶対わからんだろうなって感じがグッと。付け足した感がないアニオリはいいアニオリ。原作にあったんじゃねえかと錯覚するアニオリは満点。ほんまにおもろい。作画もすげえしめっちゃ毎週楽しみです。監督の考えたオリジナル要素をぶち込んで台無しにするかと思いきや、いい感じになっているのいいね。こういうのでいいんだよ。こういうので。そういや監督変わって大丈夫かみたいなこと言われてたな。全く問題なしだわ。2期の過去編って五条の年代に合わせて平成アニメ意識して演出してる。予告の感じとかもミニキャラとかギャグパートを過去編の時代に合わせた平成アニメのノリにしてるって聞いた時は膝を打ったわ。妙に懐かしい演出多かったよね。皆さんはアニメ2期のアニオリや演出についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。